白屋語は、オーストロネシア語族台湾諸語に属する言語である。漢字で西へしゃげが語と表記される。台湾の白屋族により話されていた。台湾の台南市、カレン県、台東県に和社が分布していた。かつては、白屋語の方言の信仰語は、書き言葉として用いられていて、信仰文書に残されている。白屋族の中からマサナ運動が巻き起こるに従い、 言語の復興への取り組みも行われつつある。特に、白イア族の女性と結婚した、フィリピン人音楽家、エドガー・マカピリが、ビサヤ語の知識を頼りに古文献を読み込み、白ア語を研究し、辞典や教本を開発、家族ぐるみで、言語復興に取り組んでいる。また、2016年より新刻の小学校でも白ア語の授業が始まった。 ザッカーマン、ギルアド、リバイバリスティックス、フロムザ・ジェネシス・オブ・イスライリー・ツー・ランゲージ・レクラメーション、イン、オーストラリアビヨンド、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ・199から200、国際化、2カ国語編集、文化整合、世界の歌人雑誌、台湾光化雑誌台湾パノラマ、白屋の復興へ、世代を超えて続く、マサナ運動、 台湾光華雑誌台湾パノラマ国際化、二カ国語編集文化整合世界の歌人雑誌2020年4月10日閲覧国際化、二カ国語編集文化整合世界の歌人雑誌台湾光華雑,雑誌台湾パノラマ白屋語の授業を受ける台湾発の白屋小学校台湾光華雑誌台湾パノラマ国際化、二カ国語編集 文化整合、世界の歌人雑誌、2020年4月10日閲覧、ありがとうございます。